はい、それではですね、悪人というタイトルでございましたね。確かにね、この世の中に絶対的な悪とか絶対的な善というのはないんですよ、うん、人を殺したのは良くないっていうね言いますけども、でも戦時下では状況が変われば人をより多く殺した人が表彰されるみたいな、そんなねこともあるわけですよ。まさに国によって表彰されるんですよね。いわゆる昔も日本にもいましたけども、帝徳とか将軍という人はそれだけ多くの人を殺してきましたよってことをね堂々と言ってるようなもんなんですよ。だから昇進おめでとうっていう風なね、声をかける家族の気持ちってのは何なんだろうなと思っちゃいますよね。でより多くの人を殺したら武勲を上げて昇進する、その戦争の中今より多くの人を殺せばそれは英雄どころかとんでもない大悪人ですよね。家族もろとも大不幸のどん底ですよ。こういうふうに とにもかくにも我々の生きている世界では価値観っていうのは全て絶対的なものではなくて相対的なんですよね。まあですので私は思うんですよ。ビジネスをやるときとか情報発信するときとか誰かと付き合うときっていうのはひどい言い方するようですけども、自分よりもレベルの低い人ばっかりと付き合うと自分が王様になれるんですよね。でも自分よりもレベルの高い人とばっかり付き合ってると自分は劣等生なんです、ずっと。でそういうふうに考えていくとすごくシンプルになってくるんで、まあオンはオフっていう考え方にはなかなかならないと思うんですけども、大体こういうふうにね、一部は自分に反対する人とかを抱えておいて、大部分は自分の支持とかそれから自分のね、考え方が浸透しやすい人と付き合っていけばものすごくバランスの取れた世界を作れるんではないかなと思うんですよ。でも多くの人ってのは多分ほとんどの人に対して自分と意見が合わなくて仕方なく付き合わなければ生きていけないっていうことになってきて、たった一人二人の限られた友人とかね、そういった方とはなんとか気が合うみたいな、すごくアンバランスな生活をしてるんじゃないかなと思うんですよ。私が思うのは基本的には気が合う人だけ付き合っていけばいいと。でも気が合う人とばっかり付き合ってイエスマンばっかり周りに置くと新しいことに気づきにくくなるんで、わざと自分に対して向かい風を吹かせるような人とも少しだけねお付き合いしていけば、多角的な視点で世の中とか人が見れるんではないかなっていうふうにして、これをね私はノイズを入れるって考えてるんですよ。自分の考え方に対して自分で否定することもできるんですけども、他者に否定されるときに自分がどういうふうに気持ちが動いていくかな、どういうふうな思考が張り巡らされるかなってことを気づくためにも、自分にアゲンストですね、向かい風を吹かせるような人をやっぱり一部ね手元に置いておくという意味で、私は SNS だろうが Twitter だろうがね、YouTube だろうがブロックはしないんですよ。全てのアンチコメントをしっかりと受け止めて、どういうふうに自分はそれに対してね考えが及んでいくのかってことを観察するってことですよね。まあそう考えていくとプラスもマイナスもないんですよね。それは相対的なだけですから、だから私たちが勘違いしやすいのは自分が思っていることが絶対的っていうふうにねすぐ感じてしまうんですよ。まあ、ですので私も町内会でインターネットを広めようっていうのは絶対的に正しいっていうことではなくって、30年後はそうなるだろうっていうこととか、今町内会に参加していない人は何でなのかってことを考えた時、そして今町内会に現役でされている方が何で若い人を入ってくれないのかなっていうところに対してコネクトするんで、インターネットを皆さんが使って LINE でやり取りするようになったら若い世代が入ってきますよっていうふうな論理の展開をするんですよね。まあだからね、これがねまたねあまりいい言い方をしてないんだろうなと思いますよね。まあお前がやってみろって話なんで、まあやってみようかなっていうところはありますし、あとねその組織の長が例えば LINE 作ったんで皆さんLINE やってる方コミュニケーションしましょうっていうふうなことをやらせる、言う、そうすることによって風を吹かせるんですよ。あの人もやってんだと、福山市長もやってるんだ、で広島県知事もやってるんだ、こういうふうに自分が所属するその町内会っていうのは市区町村のいわゆる行政機関の代行役なんですよね。だから市役所の下にいるわけなんですよ。そう考えていくとすごくシンプルで、市役所の指示を上位形をスムーズに活かせるために町内会っていうのがあるわけなんですよね。だから町内会っていうのは必ず地域の警察とか学校とか教育機関とか教育委員会とかそれから市役所県、こういうものとつながってきて、そこからのダイレクトメッセージを回覧板などで、周知徹底するって形なんですよね。まあでも考えてみたら県知事の発表とか市長の発表なんていうのはインターネットでホームページに載ってるわけなんで、町内会がなくても直接取りに行けばいいわけなんですよ。直接取りに行けない人が紙でしか受け取れないんで、町内会っていうのを通じて紙に変換して紙でお伝えしてるというね、なんとも手間と時間かかることをやってるのかなってところなんですけども、まあこれもね言ってみれば古い習わしというか、なんか解釈をすごく優しくすれば、わざと手がかかることをノロノロやることによって一緒にいる時間をたくさん作れるっていうのが町内会のいいところなんですよね。まあ、だからお年を召した方には結構受けるんですよ。でも忙しい若い人には受けないんですよね。だから今日もね夏祭りの作業してきましたけども、まあとにかくねいろんなところで中断休憩が多いんですよ。でやらなくてもいいことをむちゃくちゃねやるんですよ。
どういうことをやるかっていうと、昔こういう風にやったよねって感じで回顧録が始まるんですよ。で、備品を設置して終わりでいいのかなと思ったら、昔はこうだったんだよとかやるんですよね。まあそういうところでみんな盛り上がって懐かしいなという時間を過ごしているところに、私みたいなのがちょっと作業早く終わって帰りましょうみたいなことを言うと、まあ確かにそうなんだけども、今はねすごくいいところなんだからちょっと勘弁してよって話になるんですよ。例えて言えばですね、部屋の掃除をしろっていうふうにお母さんに言われて部屋の掃除していったら、昔のラブレターとか昔のアルバムが出てきて、わ懐かしいって見てたところにガラガラガラ、いつまでやってんのって怒られるもんですよね。わかりやすかったですかね。以上でございます。